フィアットはフィアットが製造販売していた自動車である。フィアット社内でのプロジェクト名178プロジェクトのコードネームのもとフィアットティーポをベース車両として開発され、1993年9月に発表。1994年にフィアットユーノの後継車両として登場。1.1リットル、1.2リットルのガソリンエンジン、1.7リットルの ディーゼルエンジンを搭載。後にスポーツモデルとして1.4リットルターボモデルが追加された。ボディ形状は3ドア、または5ドアのハッチバックで、デザインはジョルジェット・ジュージアーロの手による。後に3ドアモデルをベースに被り寄れモデルもベルトネ社の工場で製造された。トランスミッションはマニュアルがメインだが、富士重工業製の CVT を搭載したモデル。 セレクタも追加された。1995年のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した。日本国内での販売は1997年3月、1.2リットルセレクタと1.2リットルカブリオセレクタが先行発売され、1998年4月に日本使用者としてアバルト製アロパーツの装着し1.2リットル DOHC エンジンを 搭載したスポルティングアバルトが発売された。フィアット社内でのプロジェクト名188プロジェクトの元に開発が進められた車両で1999年にデビュー。1.2リットル、1.8リットルのガソリンエンジンと1.3リットル、1.9リットルのディーゼルエンジンをラインナップした。1.3リットルディーゼルエンジンにコモンレール式の 燃料噴射装置を採用した。仙台に引き続き CVT は富士重工製である。2000年6月日本にてオーソドックスな5ドアハッチバック1.2リットル DOHC エンジンにトランスミッションは CVT のイルクススピードギアと3ドアにアバルトのエアロパーツを取り付けフィアットバルケッタと同じ1.8リットル DOHC エンジン 5MT の HGT アバルトが発売された。HGT アバルトは先に発売されていたスポルティングアバルトと同様日本のみの仕様である。2003年12月に500万台生産を記念してビッグマイナーチェンジを実施。フェイスリフトによりフロントマスクを一新した。それまでのグリルレスで最目のヘッドライトの顔つきから ダミーグリルの装着及びヘッドライトの大型化を施しフロント外観を一新した。日本市場においては2006年にグランドプントと入れ替わるように販売を終了したが、欧州市場においては2010年まで併売された。199プロジェクトのもとに開発が進められた車両でデザインはボディ、内装とも初代に次いでジョルジェット・ジュージアールを率いるイタルデザイン社が担当。 大きなプントを意味するグランデプントと名付けられ2005年7月28日発表資本提携が解消された GM のプラットフォーム GM ガンマプラットフォームを採用している日本では2006年6月に発売6足 MT とセミオートマチックトランスミッションのデュアロジックを持つモデルがあるなお戦術の通り一部の欧州市場においては2代目プントも 引き続いて併売される。日本では2009年2月にアバルトグランデプント発売。グランデプントの全幅は1.7メートルを切っているのに対してアバルトグランデプントの全幅はチューニング版のエッセスセも含めて全幅1.7メートルを超えたため、全幅1725ミリメートルの日本では3ナンバー登録となる。 2009年9月のフランクフルトモーターショーにおいて、マイナーチェンジ版のプントエボ、プントエボ、エボは、英語で、進化を意味する、エボリューションの略を発表、翌年の3月より、イタリアで、そして6月より、日本で発売を開始した。また、アバルト版も2010年2月に、アバルトプントエボとして発表され、同年3月の巡礼武将で展示された。 2012年9月1日に2度目のマイナーチェンジを行い、名称をプントに戻す。日本では当初、エボとの並行発売となっていた。グレードは、ラウンジ1種類。2018年8月、欧州向けプントの生産が終了。直接の後継者種は存在せず、負荷のメルフィ工場では、マセラティの2番目の SUV を製造する予定である。なお、プントは、 同年にユーロンキャップのクラッシュテストで史上初めて星レイツの評価を受けた車種という不名誉な記録を残している。これによりプントの製造、販売が続けられるのはインド市場のみとなる。プントはイタリア語で点を意味する。ありがとうございます。